ただいまご紹介にず人工知能で今後仕事職場がどうなっていくかビジネスがどう変わっていくかっていうことが皆さんの、えー、一番ご関心のあるところだと思うんですがその前に今どんなことができるのか今人工知能と言われてるものはどんなのかでもう少し近未来まああまり30年後50年後を論じてもせんないことですので10年後 生前いい15年20年後ぐらいにどんな感じになっていくであろうかっていうあたりまでお話しできればと存じます。でまず今回いわゆる第3次3回目の人工知能ブームと言われているんですがまあその簡単な経緯とですね何でそういうことになったのかっていうことをあの、えー、かいつまんでご説明したいと思います。 まず第一次ブームっていうのはもう60年前ですね私があの MIT マサチューセッツ工科大学でお世話になったマービー・ミスキー博士惜しくも2016年の2月に亡くなれましたけれども1950年代からですねもともと彼は数学を専攻し物理もかじったっていうかかじったなんて言ったら失礼なんですが何しろ ミンスキー博士の博士論文の指導教官はあのアルバート・アインシュタイン博士です,あのあれです、ね、相対性理論を作ったで彼の指導で「お前数学できないな」と言われながらなんかお情けで博士にしてやるよって言われたよって言って笑ってましたがとて,つとてつもない天才でマービン・ミンスキー博士自身人工知能の父と自他共に認めれる存在でしたで、えー、その後 そうですね何と申しますけど50年代60年代のいわゆる最初の人工知能という言葉が誕生したダートマス会議というのがありましてで当時は本当に計算機の能力も貧弱で文字列や数字を扱う数式をちょっと計算するというようなのに毛が生えた程度しかできなかったで当時から機械翻訳をやろうと。 特に米ソの冷戦時代ですねあのロシア語の文献を片っ端からリアルタイムで英語に翻訳したいということで、えー、軍なんかも非常に多額の、えー、お金を出したんですが一個にものにならならい最初のデモンストレーションはこれは今日でも似たような事情があるんですけれども一つの文を完璧に翻訳するんだったらそれを覚えとけばいいわけで完璧なものはい、一文だけは翻訳できるけれどもあの普通にやらせると全然使い物にならないということで巨額の研究資金がパタッと打ち切られ 当然民間へのの応用ななどもででできいいという状況でしたのでブームが絞みましたこれをちょっと専門的になりますが研究畑であのとどめを刺したのが実はあのミンスキー博士自身なんですね。で正確に言うと当時人工知能と今ディープラーニングと呼ばれているニューラルネットワークという神経回路も人間の脳の回路を真似したとされる 普通のの計算機とと違う方式による、えーそのまあ、問題解決の仕組みですねそれれは別物だとされてました第二次ブーム1990年代前半ぐらいまで人工知能ではこうだがニューロではこうだというような言い方がされていてその事情を知ってる私のような世代から見るとちょっと今の第三次人工知能ブームでニューロこそが人工知能だとディープラーニングこそが人工知能だと言われているのは 若干違和感があるんです、ね、まあともかく第一次ブームでそのいわゆる文字列の処理記号処理「i f ゼ e n e l s e で論理的に物事論理的とか論理的って難しいですねむしろ直列思考といった方がいいかもしれませんフローチャートにかけるようなやり方で問題解決するタイプの人工知能も限界があるまあ機械翻訳でいうと文法を何千と作り込んでもなかなかうまく 自然なな翻訳がができいいととうことが、まあ、当時はもうすすぐに挫折したといううことがありますでもう一つの挫折がニューロコンピューティングっていうやつでこれは後から思えば計算機のパワーがあまりにも貧弱すぎたからっていうのが本質的な理由だったわけですけれどもそのために回路の規模が非常に小さくてパーセプトロンと呼ばれているような単細胞ですね神経細胞1個の入出力で何かあの入出力の信号でこうちょっとした学習をさせ かけたのは良えっ、ー、とエクスクルーシブ・オアハイタ的論理話と言われるようなごくごく簡単な推論の処方みたいなものすらできないということをそれを生み出したあの両方の人工タイプの人工知能の父のマービン・ミンスキー博士自身がそのハイタ的論理話というものができないということを数学的に証明しちゃって第一次ニューロブームにとどめを刺したんですね。 ですからしばらく論理でいきましょうでその流れを組んでたのがで誕生したのが当時1980年代に花開いた日本の えー、第五世代コンピューター機構というやつですね、まあ今は亡き淵和弘博士がですね、まあ通産省から1,500億円引き出して、まあ公式には1,000億円でしたかね。まあ予算が膨らんでそんなふうになったんですが、もうアメリカにも脅威を与えたという当時、ジャパンアズナンバーワンがベストセラーだった時代ですね。まあ巨額のお金を投じて主に あのロ,ロジックプログラミング論理的な問題解決するタイプの当時の人工知能に力を入れてたわけです。でその間どうしてもでもそれを数年5年ぐらいやってみるとやっぱりうまくいかないことが多い。でさっきの機械翻訳の例で言えば人間がもう。 文法の教科書、日本語の文法の教科書なんて、中学、高校の国語の教科書の付録に十数ページあるだけなんですね。ところが、英語の文法書はドイツ人が作って、全13巻、数百ページにわたるような膨大なものがあるで。同じ言語ですから、同じぐらいの知識量はあるはずなんですね。